こんにちは、オランジュリーのミカです。今日は発酵生地を使ったシャンピニオンを作っていきます。ぜひ最後まで見てくださいね。まず材料の説明をしていきます。純強力粉 200g、 私はリスドールを使っています。インスタントドライイースト 1.5g、 お塩 3.6g、 発酵生地ですね。こちらの作り方は別の動画に撮ってありますので、そちらをご覧ください。 50g です。スケッパーの丸い方を使ってよく混ぜます。よく混ぜましたら、お水 130g を加えていきましょう。よく混ぜていきます。底の方からしっかり混ぜてください。スケッパーで切るようにして混ぜると粉気が早くなくなります。粉気がなくなりましたら、生地を台に出していきましょう。ボウルに残ったお粉も全部取ってください。手のひらを使って台に生地をこすりつけるようにして材料を混ぜ合わせます。材料が混ざりましたら、叩きごねをしていきます。両手で持ってしっかり台に叩きつけてください。二つ折りにして、さらに手で持って叩きつけるを繰り返していきます。だんだん表面がつるんとして弾力が出てきます。しっかりした弾力が出てくるまで叩き続けましょう。結構ね、時間かかりますのでね、しっかり叩いてグルテンを強くしてください。グルテンチェックします。引っ張ってすぐ切れなければこね上がりです。台に打ち粉をして丸めていきましょう。表面を張らせるようにくる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 巻いていきます。こちらを繰り返して、表面がピンと張りましたら二つ折りにしてしっかり締めていきます。ボウルに入れて、乾かないようにラップをかけましたら、30度で35分煮ていきます。キャンバス地を用意していきます。私のキャンバス地はちょっと硬いので、ピンで留めておきます。30分経ちました。結構膨らんでますね。では台に出していきましょう。打ち粉を軽くして生地を出していきます。打ち粉はリスドールを使っています。純強力粉です。5分割にしていきます。まず1本の棒状にして 75g カットしていきます。太さが同じ1本の棒状にしてますので、最初の1個を目安にして5個カットしていきましょう。はい、丸めていきます。かなりベタつく生地ですので、生地の上の部分ですね、そちらには打ち粉振っちゃっても大丈夫です。テーブルにはしないようにしていきます。5個丸めていきます。最初の1個ですね、上から見た状態で5分の1ぐらい、グラムにすると10グラムぐらいです。カットします。これを緩くまとめておきます。5個全部やりましたら、最初の1個ですね、大きい方をしっかり丸めていきます。ピンと張るように丸めます。で、小さい方ですね、こちらは蓋の部分になります。打ち粉をしっかりつけて綿棒で伸ばしていきましょう。大きさはだいたい丸めた大きい生地を上から見た状態と同じぐらいの大きさにしていきます。中心の部分にお水を塗ります。周りの部分にオイルです。サラダオイル、オリーブオイル、米油、何でも OK です。私は米油を使っています。閉じ目を上にして生地を乗せていきます。で、こちらをキャンバス地の上に乗せていきます。今の状態と同じ状態でキャンバス地に乗せてください。もう一回やってみます。
向きを変えてもう一回、ちょっとしつこいですかね、もう一回だけ見てください。しっかり丸めます。小さい方はお粉をしっかりつけて綿棒で伸ばしていきましょう。間隔を空けてキャンバス地に並べましたら、30度で30分発酵させていきます。その間にオーブンに余熱を入れておきましょう。30分経ちました。一回り大きくなったの分かりますか？こちらをオーブンシートに移していきます。生地取り板に生地を乗せてスライドさせるようにしてクッキングシートに移していきましょう。ちょっと残りはねちょっと面倒なのでひっくり返しちゃいますが、最初にしたような写し方の方が仕上がりは綺麗です。どう違うのかね、最後に説明していきますのでね、最後まで見てくださいね。打ち粉をした菜箸で中心に穴を開けます。一番下まで行っちゃって OK です。オーブンに移します。240度で13分から15分焼いていきましょう。スチームも入れてパリッと仕上げていきます。はい、焼き上がりました。出していきましょう。綺麗な色に焼けてますね。布取り板に生地を移すときに一度ひっくり返して乗せると蓋の部分が大きな生地にくっついて綺麗に上がってこなくなってしまいますので、できるだけスライドさせるように乗せてください。